ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース 8-0 メッツ、2024年10月16日ニューヨーク。写真あり、大谷翔平の特大弾に驚き、頭を抱えて固まる山本由伸。ドジャースの大谷翔平投手、30、が16日、日本時間17日、敵地でのメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に、1番、DH で先発出場。8回の第5打席でポストシーズン第2号となる一発を放った。4-0 で迎えた8回1四1、2塁。相手3番手、メギルの2球目、内角カットボールを完璧に捉えると、打球は右翼ポール際へ。切れずにスタンドインしたことを確認した大谷はベンチを指さし、ドヤ顔を見せてダイヤモンドを一周した。この一発は打球速度115、9マイル、約186、4キロ、打球飛距離410フィート、約125メートル、打球角度37度を記録する一発となった。ポストシーズン、PS、での本塁打はパドレスとの地区シリーズ第1戦以来、7試合ぶり。スタメン発表の際に大ブーイングを浴びせた敵地ニューヨークのファンも豪快アーチに沈黙した。大リーグ公式サイトのインスタグラムは大谷が本塁打を放った際の動画を投稿。この動画では大谷の本塁打の飛距離に驚き、頭を抱える山本由伸の姿も収められている。大谷が本塁打を勝ち上げた際には手を喜んでいたが2階席に着弾したのを確認すると、山本は手で頭を抱え、口を開けて呆然とした表情。大リーグ公式サイトも、彼のチームメイトは驚いている、と綴った。